静止画かと思いましたか？違うんです。本日はディズニーランドで購入した服でコーディネートを組んでみようのコーナーでございます。葉山純奈とボンゴでお送りしたいなと思います。もうこのドアに気はない。 I just don't know of your love。 見せられた誘惑のジューシー。 I can't take it anymore。 Little by little slowly and sexy。 Wanna feel it slowly and sexy。 熱くなる体みたいな。まずこちら、私4点のアイテム買ったんですけど、これアディダスとコラボなんですって。怖いですよね。ユニフォームみたいな。かわいい。数字は83ってのどういう意味ですかね。ディズニーできて83年とか。83年ではない。そうなんでしょう。ボルトの私今気づいたんですけど、ミッキーの耳でしたね、のパーカー。かわいい。これはね、オーバーシルエットで怖いよね。かわいいですね。シンプルでかみたいに伸びます。見せ方。はい、こちら。これ可愛いですよね。なんかこれ赤もあったよね。ありますね。あったよね。私はネイビーにしたんですけど、ミッキーの総柄のニット。可愛い。可愛い。なんかちょっとオーバーで着たかったんで、あえて L サイズを購入しました。そして、これは悪ノリかな？よくわかんないですけど、これ何？私ポンチョだと思って買ったんですけど、ボタンで留めれる仕様になって、こちらもね、まさかのミッキーの耳という耳どんだけ好きやねんになってしまいましたが、かわいいよね。かわいいですね。そういうシルエット。服ではない。服ではなさそうですね。どうでもいい余談なんですけど、私鏡餅を一人暮らしやのになぜか30個入り買いました。ポンチョだよねこれ。で羽織ったら、これ頭だけで羽織る感じ。前で止めれない？あ、止めれる。今みたいに収納もできるしっていうことなのかな。ちょっとわかんないですけど。かわいい。かわいい。この4点を使ってコーディネートをしてみたいなと思います。はい、ということで1着目はこのようなコーディネートを組んでみました。ミッキーになってない。そうなんですよ。私も今びっくりしたんですけど、ここにいるかなと思って、全然違う雪の結晶でミッキーはここにいなくて、なので普通の、ね、ウエスタンなニットになってしまったんですけど、ないでも別に可愛いというか、ワンピースみたいな感じで、ね、可愛いですね。春先だったらね、1枚で、うん、私結構ニット系はでかいのを買います。あのタイトな作りじゃないものに関しては、うん、それ私腕が本当にタラバガニみたいに長いんで、大体あのここに合わせるとこう間に合わないというかジップが起きるんで、長めのやつを買うようにしてますね。なんかみんな渋谷って言ってたんですけど、私的にはこれすごい懐かしい。この感じって、まあ、2005年くらいのギャル、イケてるギャル、タイムスリップ渋谷ギャル流行ったんよ。本当にこういうウエスタンな格好が流行った時期あったんですよね。時代を回るって言うんで、もしかしたら最先端なのかもしれません。これは結論から申し上げますと、着られすぎました。なのでハイウエストベルトをつけて無理やりちょっとワンピース風にしてみました。これは、まあ、キャップをかぶってみようかとかいろいろやったんですけど、いろいろ怪しかったので、なんかこういう感じにしてみました。いや、わからないですか。これ私多分サイズミスりましたね。ビッグシルエットの L を買ってしまったんで。ああ、でもなんかこういう子いるよね、韓国で。いますね。バンド好きそう。バンド、ああバンド好きそう。この感じで街を歩く勇気はないんだ。ウヤギ感が。さっきのベルト締めてるのだったらまだ。そうですね。うん、歩けるけど、これはかぶれない。ウヤギっていうか何歳？今全部入らない。そうね、何もかもね。
三着目。ただのアディダスです。私結構好きでアディダス、あのいっぱい持ってるんですよ。なんか今下もアディダスにしようかなと思ったんですけど、そしたらもう個性死ぬなと思って上だけにしましたが、これ脱いだらやばいんですよ。ちょっと見てやばくないですかこれ。審判にサッカー場にそう。そうですね。なんか笛吹いてる。こういう人に。でも可愛い。可愛い。私夏愛用すると思います。うわ、全然着れるよね。そうです。これバカ怪しいじゃないですか。これはやばい。はい、ということで4着目は、前から見りゃ分からんかもしれんけど、後ろからはだいぶダサいことになってんぞみたいな感じに。なんかでもね、これは参考にはならないでしょうね。多分やらないと思います。私自身ちょっとなんかインパクトをつけたいということで、中は普通にドレスでここ閉じてあったんで、あ、ショートボレロみたいな感じに見えるかなと思ったんですけど、これポンチョにしたらどうなんや。あ、でもこれも着物の上からいったらね、こういう、これ確かにディズニーで着てた子いましたもん。おお、黒ずきんみたいな感じ。黒ずきん。あったかそうですけど、非常にあったかいです。非常に印象は変わりましたね。非常にこれ不思議ちゃん、不思議ちゃんっていうか、ちょっとやばいやつ。お待たせって声できて。まあまあ。どこにいるんだろう。推しの締め日なんで。でもこれディズニーランドの中で着る分にはこれが一番あったかいアイテムかもしれない。そうですね。なんか私がつけてたやつもすごいあったかかったんですけど、もっと着てるのこれね。腕全体で。中まであったかって。かわいい、はい、うん、ディズニーの中ではかわいいですね、うん、あとこれは車に乗せておくことをおすすめします。仮眠取るときとかすごいいいんじゃないですか。仮眠取るとき車で仮眠を忙しい方。いや、ほんと綺麗になんかこう畳まれて売ってたと思う。これくらいのサイズになってたと思う。置いといても邪魔にならへんし、着るもんじゃない。どれが一番良かったですか。いや、私個人的に気に入ったのはやっぱあのアディダス。あ、ニットも悪くないですよね。確かに。ただあのオーバーシルエットのミッキーさんはもうちょっとちっちゃかったらよかったのになっていうサイズミスしました。あれも可愛かったですけどね。これもなんか車に積んどこうかなって感じです。仮眠取る際にはミッキーに乗ってもらって。いや、本当はね、多分ディズニーランドってもっと服の種類あったんですよ。私昔結構買って普通に私服で着たりしてたんですけど、ほんまにディズニーランドが現実まみれになってて夢の国感がないというか、すごいこう品薄なディズニーを見るの辛かったですけど、その中でもね、経済ぶち回そうということでちょっと気に入ったものを買ってまいりました。はい、ということで久しぶりのディズニーランドで、洋服を買ってみてそれをコーディネートする、まあ、この企画は初めてだったんですけど、久しぶりのディズニーランドめっちゃ楽しかったです。感覚けたけど。ということで次回はね、うちの事務所の子たちすごい喜んでたのと、私自身もそれ見てすごい楽しかったんで、ディズニーシーの方に行こうねって話をしてるんで、またなんかシーではこういう企画してほしいっていうのがあったらぜひコメント欄に書いてみてください。ということで今日の動画は以上で終わりとなります。また次の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバーイ。願望はリスキー。 I don't start it alone.